次がです、ね、レンタルサーバーとドメインの取得方法、まあ、まずレンタルサーバーの選び方ですねをお伝えしていきますワードプレス初心者さんにおすすめのレンタルサーバーなんですけどレンタルサーバー自体はすごくいろいろあるんですよねで、まあ、すごく高いもの,あればものもあれば安いものもあっていろいろなんですけどワードプレス使うにあたって、まあ、そこそこそんなにリーズナブルで おすすめ、機能がおすすめなのが主に3つあると言われます。まずですね、ロリポップです。もともとロリポップってすごく安いレンタルサーバーっていうことでできたレンタルサーバーなんですけど、ワードプレスを使ってる人、まあ、初心者さんにも人気はあります。で まあ何がいいかっていうと私もずっとロリポップ使ってるんですけど、まあ、なんで私がロリポップ使ってるかっていうとあのずっと使ってるからあのホームページとかをあの作ろうと思った時にまだその安く使えるレンタルサーバーがロリポップしかなかったからまあだからそれで使い慣れてるから今もなんか楽だから使ってるっていう感じなんですけど、まあ、何がいいかって。 初心者さん本当に IT とか全くわけわかんないよっていうパソコンもなんかあんまり使えないよっていう方はロリポップにしといた方が無難なのかなと思うんですね。な、ま、ん、あ、でかっていうとあの電話サポートチャットサポートとか電話サポートが結構充実しててあの電話だとスタンダードプラン以上になると受付平日の10時から6時まで。 あの電話で答えてくれる。チャットサポートとか、まあ、メールだと24時間あげて、まあ、いいかなと思います。あとなんか動画マニュアルとかもこういう風に充実してますね。で、まあ、料金プランなんですけど、まあ、ワードプレス使うにあたって、ホライトプラン、スタンダードプランあるんですけど、本当最初お試しというか、あの、 レンタルサーバー借りたりするのが全く初めてな方は、ライトプランから試してみてもいいんじゃないかなと思います。まあ、さっきのワードプレス、この ORG よりも安くてですね、まあ、これ400円なんですけど、月額で。ライトだと250円。で、あ,のー、あれなんですよ、ディスク容量が 50GB、あのー、月250円で。で、こっちだと、月400円で、あのー、ディスク容量が。 ってこ,れこの時点でやっぱ違うって分かりますよね。なので、まあ、なんかこの wordpress.com だと、まあ、ドメインもここで取得できるんですけど、このディスク容量がこの料金の割になんか少ないのが私はあんまりちょっとあれかなと思うので、のレンタルサーバーを借りてます。で、ライトプランがあるんですけど、ライトプランも使ったことあるんですけど、このワードプレスのですね、 シ,システムが CGI 版なんですよねライトプランだと。でスタンダードプランだとこのモジュール版 PHP ってこのやっぱ全然違うんですよ速さが。これあのワードプレス立ち上げて検索結果にまああの立ち上げてブログ更新していくとわかるんですけどあの自分が書いたブログが検索結果に出てきた時にきに検索検索 結果に出てきてクリックしたときの表示される速度が全然やっぱ遅いんですよね、こっちの CGI 版だと。なので、まあ、最終的にはもうスタンダードプランになっていくのかなと思うので、まあ、本当、全く初めての方はライトプランからスタートして、慣れてきて検索、その自分が書いたブログが検索に乗り始めたらスタンダードプランにアップグレードしたらいいんじゃないかなと思います。っていうのがロリポップで、で、あと、 サクラも人気がありますねまあなんかそのサーバーの安定性っていう意味でロリポップよりもサクラとかもう後であとでご紹介する X サーバーとかがいいって言われてるんですけどまああのまあこれも人それぞれかなとまあこれもそれぞれかなと思いますサクラだと人気ナンバーワンが515円月額 で、まあ、ロリポップだと500円の容量が、あのスタンダードだと120ギガ。桜、まあ、だと515円の100ギガ、まあ。ちょっとこの値段の割に若干少ないのが桜かなと思います。で、まああの、バードプレスやるんだったら、このスタンダードプランがいいかなと思います、まあ。サーバーに関してはロリポップよりも安定してると言われますね。 なので、まあ、ちょっと管理画面が使いやすいかどうかは使ったことがないのでちょっと何とも言えないんですけどあのドメインもサクラのドメインを借りれますのであのまあこれも使ってる人は結構多いです、まあ、独自ドメインとかで取れるんですねであのサーバーの機能とか安定性とかを一番やっぱりスペックがなるべく高いのがいいよっていう方は あの X、サーバーバかなって、まあ、私も本当は X サーバーが良かったんですけど、ワードプレスのお引っ越しって結構難しいんですよね。そのデータベースにどんどんこうあの記事が溜まっていくのであの、ちょっと結構いろんなロスを考えるとお引越しができないんですけど、全くゼロから始めるんだったら X サーバーがいいなと思ってます。で、X サーバーはですね、料金、プランもいろいろあるんですけど、 まあ、このスタンダードプランかな。この X10 プランでいいのかなと思います。で、これが、料金がですね、どこに書いてるんだあ、ここに違いがありますね。X10 が、えっ、ー、と、一番安いので、まあ、その900円ですね、月額。で、まあ、初期費用。マドリポップだと初期費用がこの1500円とかっていう価格かなと。で、サクラだと、 桜だと初期費用が書いてないんですけどで、X サーバーが、あの X10 が、まあ、初期サッパー設定費3000円で月額900円で2 0 0ト b ロリポップで言うとこれスタンダードにあたる近いのかなと、まあ、スタンダードと500円で1 2 0イトで,で、まあ、こっちの方が安,安いと言えば安いんですけど、あの、まあ ロリポップとととかにに比べるとちょっっ割高になってであの容量がロリポップよりも多い、まあ、200GB あってで、まあ、この辺のいろいろ細かいのあるんですけどあの、まあ、一番安いプランでも一番機能とか使いいろいろできるかなと思いますで、まあ、なんですけど結構これはもう本当なんだろうな IT がそこそこ分かる人向け かもしれないですね最初からサーバーが安定してていろんな機能が揃っている方がいいなっていう方はこの x 1 0プランが X サーバーの x 1 0プランが一番おすすめなんですけど管理画面がちょっとそのパソコンが全く分かんないよっていう方には難しいかもしれないその IT があんまり慣れてない方なのであの管理画面が分かりやすかったのはドリポップかなと思います。 これは好みの問題なのでもう本格的になんか頑張ってワードプレスで稼ぐぞとコミットしてる方は X サーバーがいいと思うんですけどちょっとどんな感じかよくわかんないなっていうあの試しにやってみようレベルの方はあのロリポップから試してみるのがいいんじゃないかなと思います。 まあ、というわけで、私はロリポップを使ってます。サーバーってスペースなので、ドメインも必要なんですけど、ドメインっていうのはこの URL のところですね、まあ。ドメインはどこで取れるかっていうと、ロリポップの場合は、ロリポップのネイタルサーバー借りるのであれば、ロリポップと同じ会社が、系列の会社かなんかやってるムームドメインっていうところで取るのがおすすめです。 まあサ,ーバーサーバーはですねあの、いろんな会社が提供してるんですけどドメインはですねその上位レジストラっていうところあの、まあ、ドメインの最高幕府みたいなところがこう発行してそれを取得は代行する会社がいっぱいあるみたいなイメージなので、まあ、どこで取っても 一緒というか、まあ、値段は若干違うかもしれないんですけどあのいわゆるもうなんか取得代理店みたいいいなところがいっぱいあるわけですよでそのドメインの取得の会社はサーバーの会社と同じところにしておくと、まあ後々いろいろ管理画面がちょっと面倒くさくなかったりとかして便利なのであの、まあ、レンタルサーバーがロリポップだったらこのムームドメインがおすすめです。 初心者さんにすごく分かりやすい感じかなと。で、まあ、ここで自分が取りたいドメインをあの入力をするんですけど,ど、ドメインって1個しか取れないんですよね、世界で1つしか。私の名前の場合だと、下戸彩子で検索すると、で、ドットコムはもう私が取ってるので取得できませんと あとは全部取れますね。で、この何が違うのか、このドットコムとかドットネットとか、意味が違う、この使う用途ですね。ドットコムはなんかあの、ドットコムはインターネットのサイトですよっていう意味があって、ドットネットは情報サイト、JP は日本語のサイト、ORG は公共機関とか、インフォは情報サイト、ビズがビジネスサイトって、まあ、それぞれこれちょっといろいろあるので、あの、 あれです。あの、詳しくは調べてみていただきたいんですけど、気になる方は、あの、ドメインによって料金も違います。で、なんかあの、この CO.jp だと、会社じゃないと使えないとか、あとこのデザインとかだとなんかちょっと高かったり、この、なんかブラックが高かったりするんですよね。ドットなんたらに。によって値段が違います。まあ、特に、 こだわりないのであればドットコムとかドット JP とか、まあ、ドットコムが一番いいのかなと思うんですけど、まあ、ドットコム取られてたらドットネットとかにしておくのがいいのかなと思います。Goom ドメインだとこれでで、さくらもドメインがありましたここですねあのサーバー借りたらここで独自ドメインを取得します。で X サーバーもあのなんかサーバー借りるとドメインプレゼントになるみたいなので、まあ、そういう考えると X サーバーはドメイン費用も含まれてるって考えたらお得っちゃお得なのかなと思います。でこれまあそれぞれそのサーバーのサービスとドメインのこの提供のサービスによってこの使い方管理画面の使い方はもちろん違ってくるのであのサーバーどこにするかって決めたら、まあ、そこのサーバーに合わせて ドメインを取得してくださいであのまあ私はロリポップで慣れてるのでロリポップの使い方を説明していきます。